チャプター21。な、どういう意味ですか？はは、いやいや、警戒しなくても大丈夫だよ。俺は一木とは友達なんだ。ほう、先生とつながり。一木先生と友達。そうだよ、君のことも一木から聞いている。だから隠さなくてもいいんだ。はあ、同じ時間をやり直すっていうのはどんな気持ちなんだい？あの、さっきから言ってる意味がわからないというか、映画とかの話ですか？あ、知らんぷり？そうか、もしかして一木から誰にも教えるなと言われたかな？いえ、本当に意味がわからないだけで。お、あくまで白を切るか。すみません、もう行ってもいいですか？ん？私に話があったんじゃないのかな？石内さんからそう聞いてるけど。それはそうですけど、この後約束があるので今は。約束？どこに行くんだい？一木のところかな。てんてんてん、失礼します。スタッタッタ。おっと、一木先生のところへ急ごう。あー、どうする？さあどうする？まあ、でも行くしかないか。火曜日か、火曜日か。まさかのタイムリープを知られている。いや、また来たのか。はい、一木先生はいますか？ああ、いるけど。空木くんだったよね、先生と仲いいの？仲いいっていうか、昔の知り合いみたいな。へえ、昔の先生ってどんな感じだったの？あ、でも僕、記憶喪失みたいな感じで、昔のことほとんど覚えてないんですよ。どっちやねんって。ああ、そうなんだ、それは大変。思い出せるといいね。はい、はいです。どうも、後ろ向きで立ってる先生。一木先生。いや、どうしたんだい？で、僕は部長の説得がうまくいったこと、そして院長との会話を話した。一木はどう？そうか、院長の言ってたことって本当なんですか？いや、嘘だ。タイムリープのことは春人くんにしか話してないよ。あー、よかった、やっぱりそうですよね。じゃあなんで知っとったんやっていうことやけど、ってことは釜をかけてきたってことか。危なかったです。でもどうして院長は一木先生とタイムリープのことを？それは、なんかあるねこれ。ハルト君、実は君に黙っていたことがある。というか、黙っていることじゃないよね。まあ、ほんまに聞いたことしか答えてくれへんかったしな。あ、まあ聞いてほしい。一言で言うと、僕は病院の不正を隠蔽するため、協力している。は？黙っていてすまなかった。いや、すまないっていうか、協力ってその何してるんですか？一木先生はどういう立場なんや。昨日記憶を消すことができるという話をしたよね。はい。僕は病院にとって都合の悪いことをしてしまった人間の記憶を消しているんだよ。じゃあ、あの、リクが話してたあの人もってことか。な、なんでそんなこと。先生は僕らと同じで病院の不正を垂らそうとしていたって、あれは嘘だったんですか？嘘ではない。でも今言ったことが本当なら正反対じゃないですか。てんてん。僕もやりたくてやっているわけではないんだ。あら、脅されているってことですか？でも先生は記憶が消せるんですよね。ならいくらでも。ああ、確かに。いや、記憶を消せると言っても何でも好きなように消せるわけじゃないんだよ。
準備がいるんだ。準備。お、そうなるとハルト自身の記憶はどうなの？ああ、ナデシコ科のアキツナデシコという花をね、用意しないといけないんだ。そして花の香りを嗅がせる。そうすれば前後十数時間、つまり花を嗅がせた日の記憶を消すことが可能に。ああ、じゃあほんまちょっとだけなんか。じゃあ僕も昔その花の香りを嗅いだってことですか？いや、そう、でも僕はそんな花嗅がされた記憶は。お、そうか、昔病室に行けてあったあの花が。あ、そう、それがアキツナデシコやその禁煙種だね。ただそれでもどの程度記憶を消せるかには個人差がある。そんなに簡単なことではないんだよ。なるほど、好きに消せるわけじゃないんだ。じゃあ記憶を消した後別の記憶を植え付けるみたいなことはできないんですか？あ、なるほどね。そうだね、家庭の話でならだけど、おそらくできると思う。記憶を消去された直後の人間は投薬によって眠っているから、その時別の記憶を植え付けてやればいいんだよ。が現実的にはほとんど無理だろうね。欠点が多すぎる。いい加減な記憶を植え付けてもその人の中で最適化が行われるからね。最終的にどうなるかは全く想定できないよ。そうですか。ハルト君、僕は確かに病院に協力しているし、院長とは昔の知り合いでもある。でもね、誓って言うが、君に危害を加えたり行動を病院に報告したりなんてことはしてないよ。これまで黙っていたことは謝るけれど、今こうして話しているのはハルト君のことを信用しているからだし、ハルト君もどうか僕を信用してほしい。どうだろう。病院に協力している理由と院長がタイムリープについて知っていた理由は教えてくれないんですか？聞かないと言わんからな、こいつ。ハルト君、タイムリープ実験のことについては聞かないと約束したよね。そしてその2つはそれに関わることなんだ。なんやこいつ。だから今は話せない。でも信じてほしい。僕は嘘はついていないよ。さあ、ハルト困ったね。正直僕には先生が言っていることが嘘か本当かなんて全然わかりません。でも記憶の中の先生はいつも僕や葵に優しくしてくれていました。だから先生のことは信用しますし、約束通りこれ以上は聞きません。あら、頑張るね。まあ本当は疑う気持ちと半々ですけど、正直。そうか、そうだ、ならもう一度月曜日に戻ってみて僕に同じことを聞いてみればいい。お、そうすればハルト君も信用できるだろう。確かにそれならいろいろ確かめられるかもしれないですね。でも今はまだいいです。せっかくうまくいっているので。院長とも話さなくちゃですし。分かったよ。そういえば僕はあと何回実験に付き合えば、いや、あと何回タイムリープできるんですか？回数制限あるんかな。あるんや。どっちや。あと数回かな。もしかしたら1回か、それとも5回か。でも大丈夫、実験を終了するときは必ず月曜日、つまりハルト君が戻ってきた時点で伝えるからさ。ああ、そうですか。わかりました。決めてんのか、一木先生の中で。じゃあ、多分また来ます。院長のところへ行くんだよね。地方の予定です。はい。そうか。じゃあ、よろしく言っておいてくれるかな。よろしく。え、先生の名前を出してもいいんですか？考えてます。そうだね、やっぱり。どっちやね。おい、なやお前、なや一木。
本当は気になることだらけだけど、今はそれより大事なことがあるんだ。うん、もう一度院長に会おう。会ってカケルやほのかの治療をきちんとしてもらうんだ。院長に行ってそんななんとかなるもんなんか。あれ、どうした看護師。ジジイはいないよね。院長どこや。6階か。6階まで行くの。ようこそ西方病院へ。琵琶湖のミシガンのやつやん。わかるんかなこんな話。6階。ここ来んのは初めてよな。普通に入れたけど。いや、やっぱり来たのか。待っていたよ。話があります。いろいろ言います。君の言いたいことは分かっているよ。ほんまに？ LMD を患う君の友人へ有効な治療を施してほしい。おお、やるやん。加えて過去病院が LMD 患者に対して行ってきたことを謝罪してほしいってところかな。すごいね院長、何でも知ってるね。ああ石内、あれ石内さんから全部聞いてるよ。そうですか、なら話が早いです。お願いします。僕の友人のためにも願いを聞いてください。そうか、一木からは何も聞いていないのか。ん？あのさ、君は心の底からお友達のことを思っているようだからこんなことを言いたくはないんだけど。何？何何？LMD は正真正銘治らない病気なんだよ。ほう。つまりお友達は絶対に助からないわけ。え？助からない？あとな、確かに俺は LMD 治療の研究に積極的ではない。もし俺が病院の方針を変えれば、LMD に対する有効な原因療法も見つかるかもしれない。じゃあやれよ。しかしそれは俺の院長としての判断であり、誰に文句を言われる筋合いもない。ほう。他にも研究が必要な病気はいくつもあるんだからな。どうだ？分かってくれたかな？てんてん。はあ。それ聞かると。しかしな、今言ったのはあくまで建前だ。お？うちが LMD 治療の重点施設としては、全くと言っていいほど研究に投資していないのも事実なんだよ。おう。なぜか。俺が叶うがてもない夢物語のような研究に多くの資金、人材を投入しているからだよ。ん？医療研究の名目でな。それがなければ今頃 LMD の治療法も見つかっていたかもしれない。なあ、なんだと思う？俺が系統しているその研究っていうのは。記憶か？さあ。タイムリープだよ。いや、やっぱりって思ったけど俺は。時間を戻るんだ。今日から昨日に、現在から過去へ。ああ、それで、病気の前に戻ろうみたいなってことか、院長は、考えとして。てんてん。なあ、空木春人。俺なら今すぐにでも LMD 治療の研究を再開することができる。君がタイムリープのことを教えてくれる。それだけでいいんだ。ああ。さあ教えてくれ。本当は知っているんだろう。さあ。今から始めて、ほのかは助かるんですか？助からない。俺は一木と違って君に嘘はつかない。だからはっきり言う。有効な治療法の確立には最低でも5年はかかるだろう。今から研究を開始したとしても、君の友人が助かる可能性はゼロに等しい。
てんてん。なあ、どうなんだ、タイムリープのこと知っているんだろう。君の友人は無理でも他の LMD 患者については助かるかもしれない。なあ、それギャルト、一木なんかより俺の方がお前の気持ちをよっぽど分かってやれるんだ。なんかあったんやな、一木先生と。だからな、教えてくれ、頼む。明日はいいことがある日なんだ。だからなあ、本当は知っているんだろう。なあ、そうなんだろう。出ないと俺は。どうした？俺はもう、もう知りません、タイムリープなんて。ふふ。ああ、そうか、そうだよな。なら話は終わりだ。君にもう用はない、出て行ってくれ。いや、でも院長、今の反応を見て分からへんかな、なんかちょっと。あと、命が惜しければ今聞いた話については口外しないことだ。やべえ。あの、本当に LMD は治らないんですか？ああ、言っただろう、君に嘘はつかない。でも一木先生はそんなこと、お、なんか考えてる？おそらくそれは、いや、どうした？なあ、疑問なんだが、どうして一木のことをそんなに信用しているんだ？ああ、確かに。それは、一木は記憶を消すことができるんだぞ。めっちゃ知ってる。それがどういうことか分かっているのか。病院に協力しているってことは聞きました。そうじゃない。一木は記憶を操作できるんだ。それがどういう意味かってことだ。はい。ナイドンカンハルト出た。なあ、君の記憶は本物か？そんなの。本物ですよ。一木先生は記憶を消すことはできても、好きなように操作するのは難しいと言っていました。それに、嘘の記憶なんて周りと話せばすぐにわかります。いや、だからおかしいとこあったやん。本当にわかっていないようだな。確かに昨日や一昨日のことならそうだろう。みんながはっきり覚えているからな。うん。だが数年前のことならどうだ。数年前。死んだ人間のことなら？何を言って。君は大切な人を亡くしたんだろう。だからそれが、よく思い出してみろ。記憶じゃないぞ。人数だ。何人がその子を覚えてる？ん？少なすぎないか？なあ。ああ、それは、名字は、愛花。名前は確か、葵、だったっけ？なあ。ん？院長。そんな女の子。本当にいたのか。へえ。偽物。エンド。すごいな、毎回このチャプターの終わり方が。チャプター22。てんてん。あの、失礼します。また一木のところへ行くのか。あいつを信用するな。あいつは嘘つきなんだよ。どうしたどうした。そこまで言うならもっといろいろ教えてくれよ。ハルトも聞けよ。
記憶の改ざんなんてあるわけない。ああ、葵がいなかった。そもそもっていう仮説が出てきましたが、そうだ、もう一度あそこ行ってみよう。井戸ですか。葵と約束したあの場所へ。せやな。でも行ったとて、ハルトの記憶もちょっと変な感じになってるからな。こっち、お、あの井戸だ。そうだ、この井戸に葵が落ちて、それを僕が助けた。うん、そういう記憶よな、ハルトは。僕が助けた。この井戸に、うん、落ちたん。ハルト落ちたん。高校生にもらって井戸覗いてて落ちたん。あれ、そうだ、井戸に落ちて気を失ってたのか。いでて、あ、気失っている。そんな形状、足怪我してる。うん、とりあえずこの井戸出ないと。いたった。ダメだ。浅い古井戸なのに痛くて登れない。はあ。何やってるんだろう。お前な。井戸を覗いてて落ちるって。しかも登れない。ふふ。あはは。おかしなった。はは。はあ。このまま誰かが来るまで、このままなのかな。てんてん。てんてんてん。うん。ん？ハルト？誰だ？ハルト？これは夢？今助けるからね。あ、そうだ、昔も。これと同じ。あら。ちっちゃくなっちゃった。やっぱりないな。全部刈り取られちゃったのか。あ、まだあった。あー、そういう発想ね。そうだ、この井戸の底になら種が残ってるかも。そこが暗いな。よく見えない。あるかな。ハルト。え、うわ、あ、そういう落ち方。ハルト、いてて、ハルト大丈夫？ごめんね、私が声かけたから。葵、なんでここに。あ、そのつけてました。へへ、ごめん。そうなんだ。で、そうだ、種は。ん？ダメだ、ないや。なんで葵がいんの、横に。ハルト何してるの？ううん、なんでもない。そっか。そうだ、それよりも助けるからね。大丈夫？大丈夫。ありがとう。誰か大人の人を呼んできてくれれば。ダメだよ。こんなところで一人だと寂しいでしょ。少しくらい平気だよ。葵はこれ、まあ、まだ上にいんのよね。いいから、ほら、手を伸ばして。おい。私のせいだもん。ハルトを絶対一人になんかしない。ん？あともうちょっと。葵。やっぱり。誰か。いいの。
私がハルトを助けたいの。何歳の力？上がれた。ふう。ふう、よかった。なんとか上がれたね。体は何ともない？うん、大丈夫だよ。何ともない。ありがとう。本当に？どこか怪我してたりとか。それにハルトはもともと体が弱いんだから自分では大丈夫だと思ってても。大丈夫。ちょっとびっくりして落ちちゃっただけだし、血とかも出てないから。はあ。私が急に声をかけたから、ほんとごめんね。本当に大丈夫だって。気にしないで。ところで、何してたの？花の種を探してた。花？そう、千代い草っていう花で、7年に一度咲く花なんだ。少し前ここで咲いているのを窓から見たんだけど、すぐに全部刈り取られちゃったみたいで。それにもう、時期的には枯れてるんだけど、もしかしたら井戸の底になら刈り取られなかった花の種が残ってるんじゃないかと思って。それで古井戸の底を覗いてたんだ。うん、もしその種があったら青にプレゼントしようと思って、お、言いました。わ、私にその、昨日あんなこと言っちゃったから、あれから反省して。うん。ここの千代い草はこれから7年後に咲くから、だからその時また一緒に花を見れたらいいなと思って。でもやっぱり全部刈り取られちゃったみたい。種もなかったよ。まあ、全部、やっぱ記憶逆になってきてるね。でも仕方ない。うん。草木ってね、見た目よりずっと強いんだって。だから簡単に全部枯れちゃったりしないよ。きっとその千代草って花も今はわからないけどどこかに残ってるんじゃないかな。そうかな。だからね。だからハルト、7年後。7年後にまたここへ来ようよ。え、二人で一緒に。ダメ。かな。うん、わかった。絶対来るよ。やった。じゃあ約束。忘れないよう、リボンの裏に日付書いとくね。ちょうど7年後だから3月の、そうだ、ぴったり4月1日にしない？葵の好きな方でいいよ。じゃあ4月1日だね。わかった。7年後の4月1日。この場所で。絶対忘れないでよ。うん。絶対、約束。ああ、ちょっと俺も、こんがらがってきたな。そうだ。僕が葵を助けたんじゃない。葵に助けられたんだ。そして、約束した。7年前、この場所で。やっぱり葵はいたんだ。ああ、まずはそこね。でもどうしてあべこべで覚えてたんだろう。そうやな。ハルト、ああそうそう、呼ばれて。現実の方でもやっぱ、ああ、ハルト、リクとサキやね。ハルト大丈夫？サキ、リク、どうして？怪我したのか？大丈夫。今助けるから、ほら手を伸ばして。うん。ふぅ。はぁはぁ。ごめん、ありがとう。ハルト。ハルトだよね。ああ、うん。そっか。で、そうだ。怪我は大丈夫？あ、ちょっと足をくじいちゃったみたいで、力を入れると痛いけど、まあ大丈夫だよ。なんで井戸の中になんていたんだよ。それは、下を見てたら、その、落ちちゃって。はぁ？なんだよ、それ。はぁ。自分でも恥ずかしい。で、そうだ。なんで二人はここに？そうやね、それもあるね。お？ほのかが教えてくれたんだよ。ハルト君に似た人がこっちに入っていくのが窓から見えたって。ああ、そっか。ほのかか。
それより春人こそ今まで何してたんだよ。7年間も。うん。それは、まあ説明せなあかんことはいっぱいあるけど、ちょっと待って、何を話すんだ。葵がいたから何なんだ。何も変わってない。カケルの病気は治らないって、ほのかは助からないって、それを話すのか。そんなこと話したら、うん、どうする、ハルト。ハルト、どうしたの、ハルト。あ、もしかして足が痛むの？そんな足痛んでてそんな黙るかな。え、あ、うん、そうなんだ、足が痛くて乗った。入れて。おい、大丈夫か。病院はもう閉まってるし。どうしよう。ちょっと痛いけど、このくらいなら歩くことはできるから大丈夫。家まで帰るよ。家って？まあそうやな。あ、うん、今春休みでこの町に戻ってきてるんだ。また明日いろいろ話すよ。二人とも病院にいるでしょ。ああそうだな。会話としては不自然ねんけどな、リクは。うん、わかった。じゃあ明日診療棟の4階で待ってる。うん、4階だね。わかったよ。じゃあね。普通に歩いたけど。めっちゃ久しぶりの再会やのに、何やってるんだ。これじゃ逃げたのと一緒だ。でも戻れへんやん。じゃあとりあえず次の日になって説明してって感じなんかな。この人もなんか気になるよな。関係ないんかな。家です。ネオ、次の日、てんてん、いつもより早く起きたな。なんかする？おとんは？おとんには会えない。で、水曜日か。先生は？あ、病院へ行きたくなくて来ちゃった。あ、こっちで会ってたんか。あ、先生いますか。あれ、いや、今日も先生に用事かい？まだ診療時間前だから今ならいいよ。お、いえ、今日は。ん？てんてん。何か悩みでもあるのかい？悩み、そうですね。はは、そうか。まあ、俺に何か言えるってわけじゃないけど、どうしたかどま。そうだな、コーヒーでも飲むか？あ、そんな優しいですね。コーヒー。ああ、青春はほろ苦いってな。何を言うとんねん。あの、フラペチーノってできますか？ああ。はは、悪いけどそういうのはできないな。冷たいのがいいのかい？あ、いえ、友達が飲みたがってたので。そうか。まあ、お店とかに行かないと難しいんじゃないか？ですよね。で、普通のコーヒーでいい？はい、ありがとうございます。あ、じゃあちょっと待っててくれよ。ちょうどこの前新しいコーヒーメーカーを買ってさ、自慢になっちゃうけどこれが結構いいやつなんだよ。それに豆も高いやつだからさ。それは先生にちゃんと許可取って経費でやってるんですか？実は結構価値あるコーヒーかもだよ。はあ、はあ、門真さんってコーヒー好きなんですか？あれ、俺名前言ったっけ？あ
せやな。そうでした。あの先生から聞いてすみません。ああいいのいいの、角までいいよ。そうだな、昔よく職場で豆買わされててさ、その時からかな、凝り出したのは。そうなんですか。そうそう、最初に小さいコーヒーメーカー買ってさ、それから少しずつ凝り始めてな。だんだんいいマシンが欲しくなるんだけど、やっぱりいいやつは高いんだよ。それでこの前ついに業務用レベルのマシン買ったんだけど、それが使い方全然わかんなくてさ、ははは。あ、大変っすね。そうそう、それで結構ひどい火傷しちゃって。うん。あはは。あ？ほら見てくれよ。まさか。手首なんだけど。な？あと残らないといいけどな。ほんと笑い話だよ。コーヒー作ってやけどなんて。いや、これを、もしそうやったとしたら、しかも利き手の右腕って。なあ、ははは。はは。あ、気づいた。嘘。ソラキ君？いやでも、カドム側の立場からすればさ、そんなことわざわざ、ソラキハルトに言う？どうかしたかい？いや、どうかしたからの後ずさりと。ん？いやでも、ん？今は何日？